はい、おはようございます。こんばんはです、今回ちょっと2本目なんですけども、前にお届けしたこちらの新しいカードケースですね。こちらちょっと傷チェックシリーズでですね、ちょっとチェックしてみましょうか。ではスタート。はい、このケースはですね、非常に質感が変わってますよね。シルバーで存在感もあるかと思います。で、どっちかというとスクエアな感じですよね。通常名刺ケースというと少し名刺の形に合わせた横長がほとんどだと思うんですけども、通常の形っていうのはなかなかあまり好きではないし、いろいろ違うものばっかり使っているんですね。で、こちら名刺ケースにしたのっていうのは、もともとはですね、これは札入れなんですね。通常はこういう形になって、開いてこちらの間に、札を入れるっていうタイプです。でそれを、このような形なので、少し変えて、名刺ケースにしています。こちらのちょっと傷チェックをちょっとしてみたいんですけども、ちょっと。どうですか、この質感。なかなかしびれますよね。もうずっと愛用してどうでしょうね、2ヶ月ぐらい経つんでしょうかね。もちろんスイカも入っているので毎日手元にあります。ここはレザーなんですけども、こういうシルバーなので、きっとすぐにボロボロになるんではないかな、傷がつくんではないかな思いながら愛用しています。傷チェックシリーズ、まずは表面、ちょっと曇りがここに若干あるかな。そしてこちらに傷、ちょっと押された傷が点としてありますね。この辺はどうだろう。これも傷かな。大きな傷ではないですが、これだけ美しいとですね、気になりますよね。そして裏面、ちょっと金具が当たった感覚の傷が3箇所4箇所ありますね。これはちょっと残念ですね。あれ、ここはこれは大丈夫か。画面上で見えるかな。ほとんど見えないですね。ここにですね、ちょっと押された傷がありますね。そして、中を開けると、名刺があって、こっちの面は、内側なので結構綺麗な状態ですね。先ほど言ったのは通常、このような感じで、こちらに、お札が入るスペースがこのように通常は入ります。でこちらを畳んでこちらこういう形で通常は札入れとして使うらしいですね。これだと若干の、こちらが長くてこちらが短いという感じですね。カードケースとして使いますので、これを逆にしてこういう状態にしています。で、お客様にカードを出すときにはこのようにして、ここから本当に名刺で足にカードを出す感覚でさっと出します。
で、まあ、名刺のその他の名刺のデザインも、サイズ感も変えました。こちらに自分の名前そしてデザイナーと入っていますね。この開いてそしてこちらの出すシーンがですね、私は大好きなんですね。何かですね、名刺、通常の名刺をの出す時の様、感覚とですね、こちらから出す感覚がまた違うんですね。何か本当に大切なものをじっくりと取り出して相手に渡すっていうのは本当に不思議なんですけども、そういう感覚で愛用しています。何なんでしょうね、この感覚というのは。まあ、本当に通常、名刺はですね、まあ、時折、いつものガンツの財布から出したりするんですけども、その時の感覚とですね、何でしょうね、ここから出す感覚が違うんですよね。ちょっと感覚なので本当に申し訳ないんですけども、何か大切なものをじっくりとゆっくりと出すっていう様に変わってるんですね。これは本当にあれ、大きな傷がありましたね、ここ。ちょっとショックですね。何かこの出す様が全く変わったので、より愛着が湧いてます。そして、まあ、これだけ、まあ、傷がいきやすいので、どうしても扱いがですね、ガシッと結んでる足に何かこの端っこを持って、まあ、お客さんと話したりするこの様も私は大好き でもちろん、スイカが入ってますので、このままピッてするんですけども、その時もガシッと待たずに端っこだけ持って当てるという感覚なので、何か手際も、変わったような感覚になります。非常に美しいプロダクトと思いますね。まあ、この傷がどん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 増えれば、ちょっと私は本当に心がへこんでいく感じになるんですけども、ちょっとここ傷大きいですね。まあこれだけ美しいと傷がですね、少し残念に思います。まあ、このように、打ち合わせでお客様のお話を聞くときに、テーブルの上に置いてですね、まあ、存在感があってですね、私はかっこいいかなと思っています。そして、また、お客様の名刺をいただいた時には、まあ、通常は横に置きますけども、ここの上に置くんですね。で、少しこうやってまあ確認しながらお客様と話したりする様も非常に大好きです。で、このまあ名刺ケースですけども、なんて言うんでしょうね、私はまあ、存在感があるのと全くないのというような形で本当に大きく、選ぶ基準にもなっています。例えば、今オリジナルで愛用しているペンケース、作っているペンケース、これはですね、できるだけ机の上では、目の邪魔にならない存在感を消すっていう形で作っています。なので、そっちとは真逆のコンセプトですよね、これは。まあ、ポンと置くだけで何かテーブルの上にカチッと感が生まれて、そしてお客様の話をきっちりと聞きますよというスタイルにもなりますね。はい、今回はこちらのカードケースですね。皆さんどういったカードケースお使いでしょうか。私はどうしても、まあ、人と違うスタイルっていうのをやはり好んでいます。で、まあ、自分での実験でもあります。こういう、まあ、お札入れをですね、カードケースに見立ててこうして使うっていう様も非常に効いています。
結構前は、シガーケース、小さなシガーケースですね、それをカードケースに使って愛用していました。そのシガーケースもですね、まあ、一度ダメになってしまって 2個同じものを買いましたかね。それと、まあ、心地よかったカードケース、まあ、今でもあります。また、そのカードケースもちょっとまた、紹介したいなと思いますけども、まあ、基本的に、通常のカードケースと同じにこのように、違うものを代用してカードケースとして使うという、まあ、心地よさ、それによって、何か持ち方であったり、名刺を渡す何か様であったり、何かちょっと変わる感覚をしますね。そういう、まあ、感覚を楽しむっていうんでしょうかね。そういったものを、私の中では、まあ、遊んでいます。皆さんも、まあ、カードケース、通常のカードケースにとらわれずに何か違うもの、例えば、染め物の、手ぬぐいみたいな感覚のそこからサッと出してもおしゃれかもしれません。まあ、いろいろ、自分で発想して、自分のスタイル、私はこのスタイルでお客さんに名刺を出すというものを、考えるのも楽しい時間になります。ぜひ皆さんいろんなカードケースをちょっと想像してみても面白いかもしれません。もう少しちょっと丁寧に使わないと傷だらけになりますので気をつけたいと思います。もしこの動画が楽しかったらチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。